こんばんは。中学2年生英語ですね。で、まあ、期末テスト対策ということで、プログラム 7-2 を今日ね、メインでちょいと見ていってみましょうかということでございます。以前にもね、ちょこっと見たような気もしないでもないようなところなんですが、まあ、期末テスト対策ということで、改めて、まあ、復習ということでね、見ていってみようよという、そんなところでございます。はい。ではね、ここでの話題は何だっけかなっていうと、現在完了。現在完了、have, has, プラス過去分詞というね、現在完了がありましたですね。それの、まあ、完了を表す現在完了の否定文や疑問文っていうのが話題のお話なんですね。はい。ですから、have, has, プラス過去分詞。そしてその have, has を主語の前に出して疑問文っていうところなんですね。はい。ですからここに have というのがね、文法出てますよね。have ね。have, has は、まあ、本来っていうのは変だけど、もともとこの you の後にあったであろう have が前に出てきて疑問文が出来上がってるということですね。そして、疑問文だからって言って全てにするっていうことじゃないんだけれどもね、この最後にね、yet っていうのを引っ付けて、で、ることが多い、まあ多いというか、引っ付けることがあるわけですね。そんな時にどんな意味になるかっていうと、はい、この yet ね、これね、もうという意味にね、もう何々しましたか、なんていう風な感じで取っていくわけなんです。はい、だから、have you bought a new bag yet ね、なんていうことになりますと、はい、あなたはもう、はい、新しいカバンを、ニューバッグね、買いましたかなんていうような感じになるんですね。はい、ですから同じように、has can she read the book yet? ね、主語が三人称単数ですので、今度は has と、ね、いう形にはなっていますが、同じですね。have has が主語の前に出ての疑問文。はい、そしてやはり最後に yet とつきまして、疑問文中の yet はもうという意味。はい、だから、ケンジはもう。ね、はい、ケンジはもう。はい、その本を読みましたかなんていうようなところですね。はい、ということで、疑問文中の yet はもうなんていう意味で取っていくんです。ということでした。で、それって今度はね、はい、have has の後に、はい、not がつきました。はい、have has の後に not がつきまして、have not, has not。まあ、今回はね、主語が三人称単数ですので、has not なんていう風になってます。やっぱりね、最後に yet なんていうのを持ってきて、はい、not yet。はい、つまり、否定文中の yet はですね、まだ、ね、まだない、ね、という風に訳していくんだね。はい、ですから、Yuki has not practiced piano yet. ね。はい、Yuki は、はい、まだ。はい、Yuki はまだ。はい、ピアノを練習していません。なんていうようなこと。ね、はい、Yuki has not practiced piano yet. ね、Yuki はまだピアノを練習していません。なんちゅう形になる。ということで、まあ、否定文と疑問文というのが話題のところなんですが、このね、文末に yet っていうのをくっつけまして、疑問文中、もう何々しましたか。はい、それから not yet で、まだない。というような、はい、そんな表現になるというのが、文法的なところのテーマということになったようですね。はい、その方では今度はね、穴埋め、また入れていってみましょうということです。あなたはもう、ミラー先生に電話をかけましたか？あなたはもう、ミラー先生に電話をかけましたか？はい、もうですから、ね、というか、まあ疑問文だからね、まあもうという意味になってくる。はい、そして、疑問文中の yet、否定文中の yet というのが話題で、今回は否定文じゃない疑問文だ。はい、だからやはりまあ最後に yet というのが来るのはいいでしょう。ね。はい、で、あなただから主語、あなた、you ですね。ってことは、はい、have, has どっちですかっていうことになれば、はい、have になってくるわけだね。はい、で、その have が前に出てきて、have you なんていうことで疑問文書き出したわけです。はい、そして、電話をする、電話をかける。なんだっけかな？はい、コールでしたね。はい、コール、ED をつけてあげて、コールで、これで過去分詞ですね。はい、そして、Miss Miller、Yet ということで、最後に、はい、Yet とつけてあげたということでした。あなたのお姉さんはもうクッキーを作りましたか？やっぱり、ね、疑問文で最後に Yet と使ってみましょうか。はい。あなたのお姉さん、your sister ですから、ここ、have, has でどっちですかと言われれば、has がやってくる。has your sister. はい。クッキーなど、はい、これ、作るということですよね。はい。ということは、作るはメイクか。ね。はい。ですから、メイクの過去分詞ということで、はい、made。
はい、そして最後やっぱり yet と使ってあげてもうねいう意味で取っていくということでございました。疑問文なんで、まあ、答えもちょっと紹介してみようね。ちょっとスペースがないね。ハブハズで聞いてますので、ハブハズで答えていくんです。例えばこれ、あなたはもうミラー先生に電話かけましたか？ Have you called Miss Miller yet? なんていうことに対しての答えということになると、ちょっとこっちの方書いちゃうけど、はい、yes ね。まず yes、はいであれば yes ね。はい、そして I。はい、ハブハズで聞いてる現在完了の疑問文。はい、ですから、例えば yes、はい、yes, I have とか、no, I have not, no, I haven't なんていうふうに答えていくわけですね。対してこちら、has your sister made cookies yet? なんていうことで、いやいや、まだですよっていうような感じであれば、はい、no。はい、そしてここは your sister なので、she。そして have has で答えて、have has で、まあ、否定だから not になってくるっていうことで、no, she hasn't なんていうふうに答えとしては作っていく。例えばね、ということですね。はい、ということで、現在完了の疑問文に関しての答え、ハブハスを使って答えていこうということになったわけです。3番です。私はまだ自分の部屋を掃除していません。はい、まだないのパターンですから、これですね。Not yet。はい、ですから、私、I が出てます。はい、ですから、I ですから、Have が来るのかな？はい、そして、で、Not 入れて、掃除するも入れなくちゃいけねえな。ってなると、はい、ここ、Have not 短縮形だね。haven't なんていうのがあります。短縮形ですね。はい、そして掃除するは clean ですから、はい、clean と書きまして、ed がついた規則変化。ね、clean my room。はい、最後に yet。ね、not yet でまだない。同じように、博物館はまだ開いていません。はい、the museum。ね、the museum。やはりこれ三人称単数になるね。はい、ですから has。はい、そして否定だから not。はい、オープンで、ね、過去分詞来てます。はい、最後に yet とつけてあげる。 The museum has not opened yet、ね、博物館はまだ開いていませんということになったよということですね。はい、てな具合で、はい、このプログラムの 7-2 の部分に関しては、はい、現在完了、完了を表す現在完了の疑問文と否定文、そして特に文末に yet を使うっていうパターンね、はい、こいつが話題になってきたところのようでございます。したということでした。はい、こんな感じです。また。